なんかこのよくわかんないマシーン、なんか音を発するマシーンに邪魔されながら雑談っていうことで、え、さっき動画終わったやーんって、終わったやーんって、いや3、2、1、ビャッビャブビャッビャブーっていうことでね。何それ、勢いだけで生きてまーす。いや生きてませんよ、親の収入で生きてまーす。どうもニートです。わー顔汚いな、近づきゃわかる顔汚いやつ。いやあう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 、そのね、なんだっけ、宮本さん武蔵じゃねえよ、宮本さんだっけな、宮川さんだ、うん、宮川さんのね、わかる安いやつやんって言うと、なんか周りに流されてる人間みたいになっちゃうじゃん。だからすごいね、近づいたらわかるやん、汚いやつやん。これくらいしないとやっぱ個性は出ませんよ。はい、今の日本、お前誰や、時差がすごい、ジョッバゴーンって、今ここ受けたこのラグの衝撃をもうバゴーンって向こうに投げました。あー薬がまずい、薬薬まずい、うわ汚いね、ごめん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 ね、これ多分写真撮ってんだろうな、ここになんかあるもんでして、ボタンが iPhone 勢は分かる、ここになんかボタンがある、録画してると。まあさ、人生っていろんなことあると思うけど、生きてるってだけでもそれ大正解。お前誰だよ、お前誰だよ、俺だよ、ちゃうちゃう、僕だよ、私、我じゃ、わしじゃ、我々ですねえ。黒ひげかて最後だけ突っ込むスタイルね、これ。俺超記憶力だったらこうやって、お前誰じゃ、ええええって言って気持ち悪いボケできた、それやればよかったね、こうわしじゃとかやってた順番に、こう誰じゃ、ええええ、お前ねえ、お前あ、お前殺したるる地球外星メーターみたいな、あっ、ごめんなさい、地球外星メーター殺したるっていうね、それで最後のオチとしてね、オチって俺が人生のどん底に脅されちゃうやろ、うん、うん、ふわふわしてるよ、僕してねえよ、してねえよ、あちゃー、なんだそれ。ということでさ、ここになんか誰かいる感じで進めるスタイルでございますけど、顔汚い、もっと近くしたら、メガネが汚いんだよそれは、お前の顔も汚いけど、いやー本当にね、ここ黒いデブ特有のあるある、うううるさいとね、近隣に迷惑ですから、ウィスパーにて ASMR 動画かこれ、なんだそれ、何言ってっかわからなかった人手あげ、まあ、なくてもいいけど、心の手もあげなくてもいい、なんか手あげてるんだろうなっていう認識さえあればいい。まあね、認識があったところで僕には見えないんですけどもね、困りますね、ここ見えてないよ、こうやって持ってるの、あーまずい、薬まずい、鼻にこうプシュプシュって薬やったんですよ、プシュプシュって、あ、ちょっとプシュプシュプシュだったな、うん、水飲んじゃう、いただきます、かうううう、足元見て
らん、それがあなたの歩む道、ほらあなたの歩む道。急にボケんねん、びっくりするわ。まあ、僕はびっくりしてないんですけどね。だって私がこのね、脳みそで考えたことを私の体で実現してるだけであって、私がびっくりしたらびっくりしますけどね。バウサバウサバウサ、音と動きが合ってないタイプの人類ってことね。ピュー、ふー、ショートコント、バレアーズ、バレアーズ、ありがとうございました。よし、ショートコントって言ってみてくださいだけです。はあ、なんか文句ありますか。ああ、痛いほど聞こえた。文句あるあるのありだし、モハメドアリー。いいよ、ドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥンドゥンって言って、ブラックナイトが始まるまで見えた。いや、聞こえた。いや、心で感じとった。この体勢わかんないんだよな、ジョジョたちみたいに。なんかこうやってみたいにしてんのか。あ、腰痛みたい。2回やってから腰痛みたいからね。いや、なんて言ってかわかんないですけど、なんて言ってかも大丈夫だ。オールバーグッド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 バーグすごいフェイスですね。近づいてきますよ。なんて言うんでしょうか。なんて言うんでしょうかって言ったんですよ。ニャロザズガイズンペン。いやー、やっぱそのなんかね、眠い時のテンション、眠い時、時、敵じゃない、時のテンションはね、この動画で見るとね、ちょっと恥ずかしいんですよ。こっぱずかしいわけじゃない。ちゅっぱずかしい。ちゅうのね、ちゅう。中と書いて、ちゅうと読む。面白いね。いや、ブラックナイトネタ、あ、いいね。いや、ブラックナイトネタにするわ、何かあったら。いつもはなんかね、デトロイトロックシー出てまうわって、なんかその俺が動画撮ってない間ボケ考えてたんですよ。いや、でブラックナイトにするわ。あ、でもね、これをね、ね、動画で見返すとめちゃくちゃ恥ずかしいの。だからやめま、なんだよそれ。本当にね、俺も思った。なんだそれよって、なんだそれよ、やっちゃえ日産。いやー、面白いね。はい、ということでね、すごい肌汚いですね。ということで、フォーエバー、お、危ない、フォーエバー、永遠のフォーエバー、ララララララル、フン、バイ MCA。 今日も元気に、暇じじゅう、おーるる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 る、どうもー、モエリンの独ソディーン。どんなら、どんなら、なんなら、これできてねえよ、なんでこれ。ここでやったって奏でられねえよ。よだれ出そうだった。いや、もう出てたんだよ。10分の3出てた。よだれ10分の3出てた。で、で、おー、疲れた。おしまい。ということで、チャンネル登録、高評価。動画拡散、あしゃしゃです。では次回の動画でもいいし、前回の動画でもいいし、前々回の動画でもいいし、今またね、高評価、チャンネル登録、動画の拡散よろしくね。
じゃあ次回の動画、あーでも前回でもし今ちょ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 やめるわということでまた会いましょうね。バイバーイ。いや笑い声ないのきつくね。いやここねこだわり持つ人間だったらうわもう一回このくだりやんねえかとか俺こだわり一切ないからシェーっていや自分でもびっくりしたわ。今俺が放った手刀によってメガネが落ちた。びっくりマンボボ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 話の最後ブラックナイトにつなげるかスキャットマンにつなげるか考えてる人間はこの世にいねえ。これトミーさんのツッコミ方ね。トミーさんのいねえっていねえやそんなツッコミしねえよ。はいということでね、ほらすごいでしょ。これ一歩間違えれば脇見えん。俺の脇ねめっちゃ汚いの。なんかすごい風呂入ってなくて脇洗う概念を忘れて脇めっちゃ汚いの。脇が生えてる脇毛生えてる方がマジだよってくらい脇が汚い。でも思ったんだよ、脇が生えてんのと脇黒いの同値じゃないかなって、イコールじゃないかなって、ノットイコールじゃなくてイコールじゃないかなって思ったんで全然脇出したいけどやっぱりね。負い目を感じる15歳はじまきわしろダンドゥビドゥボンアンドゥ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 ン。はい疲れてるんでやめません。来るとむって来るとむって、いやこんな YouTuber いないだろ。急にスキャットマン始める、その話のレベルドゥンドゥンドゥンって、いや楽しい、今が一番楽しいんですよ。なんでかってこんな YouTuber いないじゃん今。俺は YouTube ジャパンの中もう世界見ても唯一の YouTuber になってんだよ。そういうところ考えるとやべえなと思って。でもなんかもう幸せが溢れてそれをが笑みに変換されてしまいましたって。エクボは地獄への入り口。どうも羽島恭志郎です。僕ね肩外すことはできないんですけども声を発することはできるんです。それはみんなできるよ君なめて。声のありがたみをしろ。お前はこっから1ヶ月間声が出なくなった。あいつやめます。恥ずかしくなるんでね。足汚い下見やめろ。ベロン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 。汚い下を見せるとなんかね、俺の上げ足を取りたい人が俺の下をベロンって出してる時にね、こうやって止めてそれをなんか俺に送りつけてくるんで、お前の下気持ち悪いなって、それもここになんかここにこういう模様がある人って肝臓が悪いらしいぞみたいな、気持ち悪い指摘中がいるかもしれないから今この場で画面上からお前を殺す。はい殺しましたって。今指摘中は逃げました。殺せてないやないかい、殺せてないやない。昆布のモノマネしようと思ったらチンコ痛くなった。チンコ痛くなった。唐突の下ネタ。チンコ痛いよ。チンコ今は痛くないけどね。強がんだって。はいということでね、下ネタが出たところでね、いやその今なんで話してるかっていうとね、僕のねお決まりの下りというか流れがありまして、動画を消すふりをしてね、消してないんだよって、そのなんか終わってその休憩してる感じ見せるんですよ。でそっから笑みがこぼれて、笑みが溢れ出て、どっちだと思う？笑みがこぼれるってどんなに少量でもあったかで、バツ少量じゃないよ、少量ね、少量ね、少量だよね。どんなに少量でもあってこぼされてもこうやってこぼれるわけよ。でも溢れるってことは満パンがもっとうおーって溢れ出てきて、ビャクションワンバスルルスルルルルダーダンドゥビドゥボンって、みんな分かったっしょもう流れは。こう溢れ出てくることがこぼれるのと溢れんのどっちがいいのって思ったら、こっち溢れる。みんな分かった、テステン出るよ。誰だよお前でしょ。ゲームオーバーバッドエンドかよって、うおーってね、あなた次第ですって言うと思ったら、おーって言ってくるタイプの人類。いいよトンダダ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 
ディープパープルベストみたいなやつにはなんかドゥンダダドゥンドゥドゥンドゥドゥンダダドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥって入ってんすよ。まあ、こんな大きいのドゥンドゥンダダドゥンドゥドゥンドゥドゥンダダドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥからどっちでもえーくない。ちょっと聞いてみたいと思った人は高評価するな。ディッパープルなんかそういうの買え、ディッパ買え。ディッパって略し方の初めてではないにしろそんなに見ない言い方だと思うよ。人格が疲れた。ということで今日のね授業はおしまい。授業じゃないけどね、ないけどね、あのねやっぱね元気に喋るとここ痛めちゃうから休息めちゃくちゃちょうだい。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。というね、あの見てくれてあれです。いや照れ隠しすな、口の中見せんな、口腔内見せんな、見せるなら鼻腔内見せとけー、ということね。はい、ということで、はい、ということで、ね、最後まで見てくれてありがとうね。まあ、最後まで見てくれたってことはあのこの動画を僕の動画1000本以上を1000本すべて、そしてこのチャンネルツイッター3億人の人に回さないと寿命がコンマ1秒減るかもしれない。確率は 0.1% コンマ1だけにね。ヒューいや違うヒューってかね、お前コナハの動き的に言ってキューでこうやったらなんかもうここあれだよ、サルバドールダリのヒゲになっちゃう。サルバドールダリのヒゲはこうだろ、こうこうヒューでヒューでこんなサルバドールダリのヒゲはない。ということでありがとうございました。やっぱこいつがいる方がね、そのなんかちょっとねなんかこだわりぶっちゃってなんかね、そのなんでこだわったか、なんでこの加湿器なのか、こいつ空気清浄機か、空気清浄機つけたのかっていうとね、つけなかったの。前の動画ではなんかねヘキトラさんのヘキホーさんが面白いと思う YouTuber で瀬戸康史さんのこと話が出て、瀬戸康史さんはその動画ファイルで声以外の音恵が全くない、こだわってるとか言ってたんですよ。じゃあこだわってやってみようって思った、性に合わねえんだよって。いやなんかヘキホーさんに怒ってるみたいになっちゃうじゃん。媚び売らないと、媚び売らないと僕人気になれない。でも実力上げるか、実力があるから人気になる。ブーブル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 ダンドゥビドゥボン、やりませんよ。ダンドゥビドゥボンって言えばもうそれがスキャットマンだから。わーちくちくわーちくちくちく注文状テクレアウウウ。まあね、で空気清浄機を消してたんだけど性に合わねえからつけたらめちゃくちゃ喋れた。やっぱこの音が俺のリラックス音なんだよ。この部屋にいるのはまずこのいろいろね、まあ、ごちゃごちゃしてる環境にこいつの音がねえと俺はやってけねえな。相棒シネゴリラってことね。思いっきり口動いてるんですけども、まあね、ここら辺にしとくわ。ここら辺にして寝て音楽聴いて、あーなんかお母さん帰ってきたらなんかうめえ飯をこじってニートライフ楽しみます。まあね、コメントしてくれても返さないことの方が多いです。なんでかっていうと、あなたが返したいコメントを書かないと僕は書かない。返したいコメントなんですかって言ったらそんな知らん、その時によるだから。あなたは僕にコメントを返してほしいのならば、なんか人間の心理学とかそういうものを学んで、その返されやすいコメントを学んで、それを本に出して儲けてください。はい、ということで次回の動画で会いましょう。バイバーイ。前回でもいいよってことね。消します。やっぱ消さない。いや消すよ。いやよくわかんないね。なんか前はね、よし第3次ラウンドだとか言って、3ラウンドだとか言ってカーンとか言って頑張ってたけど、やっぱ20分、まあ、18分、まあ、20分弱立ちっぱなしなんですよ。で僕やっぱ100キロのデブになっちゃったんだよね。いやさっき見たら98キロで多分今99キロだと思うけど、そいつが18分もね立ってなんかちょっとね小刻みにねスライド移動しながら喋るってことは相当体に負担が来るわけであって、そんなね、休憩せずにはいられないということで、休憩入ります。いやー、本当にね、
特にないです。そう、なんか今ダイエットしてんすよ。やっぱその100キロだとやべえと、運動できるまで体重を落とそうとってやってね、水制限してんだけど、水ってうまいじゃん。てか制限したくないんだよね。うん、で今日 何ミリリットルの880ミリリットル飲んで、1日 1.5 リットルでもうね、朝のね何時だ、6時21分時点でもう1日の半分以上の水分を取っている羽島恭志郎でーすっていうね、挨拶にしようかなと思ったんですけど、だって挨拶の話になんの、そこでなんで全部なんでお尻が出てきたんだよね。ということで水飲みてやな。やっぱ水ってうめんで、ね、ジュースも何本かあるんすよ。でもね、それも控えないとと思うんですよ。我慢は良くないよ、海塾は。班長出てきちゃって。全然似てねえし、そのままね。ということでね、よし、エンジン入れませんっていうことでね。いや、みんなもう、その景色をね、目に焼けつけることなかれ。Let's go! これからトーク始まんのか始まんのか始まるだけに始まんのか、終わりまーす。いや、終わらさせてください、お願いしますね。一生のお願いじゃない、もう全然もう今一瞬、今お願い、今この一瞬、この瞬間お願いっていうね。もう今この瞬間って言ったやつ、その瞬間はもう過去になっとるんやけどね。ということで22分超えたということは、いわゆる2200年 TV ということで、バイバーン、なあっていうことでね、閉じて終わるかなと思ったら大きな声出しちゃってるっていうギャグな、わかったみんなということで、お、あーやめてこ、22分22秒で終わりそうだったけどね、ほって終わろうと思ったけど、やっぱなんかね、あれ、なんか喋りたい欲が出てきた。水持ってくるわ。440×3 1320、めっちゃ飲んどるやないか水。いやでもな、もう水制限するの無理なんだよな、ぶっちゃけ。チャケブ、しっかり咀嚼ダイエットするよ僕。ひょっこり、ハンは言わないってね。ひょっこり、ハンマイ、ゆうじろう。ということで、ね、あざましたー。バイバーイ。あー、あー、今日も終わった。飯行こうぜ。朝だよ、ボケ。なんだよね。ね。いや、架空の俺に怒って、ブーン、架空の俺に殴られました。いや、これは現実の右手でした。いや、ここまで右腕。ありがとうございました。ね、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、動画拡散、ツイッター、フォロー、お願いします。ということでね、次回の動画あると思いますよ、多分。まあね、確実にあるのは、前回の動画会いましょう。でもね、前々回の動画会いましょう。何だって、何であったって、エアロがいってきたね。次回で会いましょう。次回会うためには、次回早く会うためにはどうするんだい？そう、チャンネル登録だよね。次回の動画の意欲が高いためにどうすんだい？あ、そうで、高評価だよ。あ、ということで、おしまいし顔気持ち悪いな。ありがとうございました。ってね。あたかもここに何かがいるかのようなね、終わり方でしたけども、終わってねえよ。はい、ということで、バイバイ。キャワイイタ、違う違う。名残惜しいなーっていう、名残惜しいっていうなんかやつけで、キャワイイテーってなんか歌い始めちゃった。ということでね、名残惜しいな。消え去る